でも本当はもっと昨日だっけ、昨日までニコ生でさツアーが見れたんですよ、 K2 の。だからそれまでにショールーム配信でなんかストーリーなんでこうなったんですかみたいなのあったから、明日の配信しようとはずっと思ってたんですけど、まあ今になってしまったので、ニコ生は終わってしまったので。だけどなんかまあ私ブログで多分説明するの長すぎて絶対しないから、ショールーム配信しながら喋ろうかなって思ってるくらいです。あとはみんな元気ってやつ。みんな元気ですか？すごいマジで久しぶりにメイクした。あとさっきインスタのストーリーにも書いたんですけど、最近ずっと映画とかドラマを見てて、なんか目ずっと見てると疲れちゃうから見れるとき見てるんですけど、今日見た映画がもうずっと友達から、なんかずっと気になってたんですよ、いい映画だよっていうのは知ってて、でもなんかいろんな友達がみんなこれ絶対泣いちゃうよって言ってて、でなんかある友達がこれ見たら本当次の日さゆしか飲めないぐらいやばかったみたいなのを聞いて、わーみたいな。私結構引きずるタイプだから、映画のストーリーの感覚を、なんかハッピーだったらハッピーなのが続くし、なんかちょっと重ための映画だったら次の日もちょっとそれが残っちゃう人だから、だからねなんかうーってみんなが全員泣くって言って号泣したって言ってたから、そんな泣く映画なんだと思ってずっと見てなかったんですけど、ちょっと意を決して見たんですよ。なんかお仕事とかあるとさ、ちょっとそれにテンション持ってかれちゃう人間なんで、だからお仕事ないから明日も休みだからじゃあ見ようと思って見たらやばかった。もう目がね、なんか泣きすぎた後の目ってなんかさ、なんかなんて言ったらいいの、眠たくならん？なんか今すごい別に眠くないんだけど、目がすごい重たくてなんか眠い感覚なんですよ。でもそれぐらいもう冒頭10分20分ぐらいで泣き始めてから最後までずっと泣いてた。この映画初めてだってぐらい泣いてたから、もしなんかこうお休みの日があったらもうみんな見てほしい。でもすごくなんか辛いもあるけど、なんなんだろうね、辛いだけじゃない、なんか幸せとまではいかないけどなんか素敵だなっていう感情も生まれる。でもすごい辛いんですよ、そういう映画だった。でもすごいこんな泣ける映画初めて見た。これ良かった。私映画館とかで知ってたらちょっと無理だったわ、お家だから良かった。そしたらさっきインスタのストーリーに載せたらゆまなちゃんが、私もこれ昨日見たのって言ってて、おえつしながら見たって言ってて、あタイトルはね七番棒の奇跡、読み方ってのかな、七番棒の奇跡ってやつです。もうすごかった。これはでもすごい面白いシーンもあったし、面白いシーンと泣けるシーンがもうずっとあるこれ2014年の映画なんだね、2013年だ。
2013年の映画だから8年前ぐらい。ぜひおすすめ。ずっと見てなかったけど、2年前ぐらいからずっと気になってたんですよ、この映画。どのなんか友達にも言われるし、サイトとか見てもこれ絶対いいっていうから。あ、すごいじゃん、タワーちゃん。ミラーボールも来てたよね、見た。タワーだ、ありがとうございます。今日なんもないよ、別になんもないけど、ありがとう。ミラーボール ありがとうございます。あらすじ、あらすじはお父さんと娘がいて、お父さんが知的障害の方で、でなんかまあとあることでお父さんが捕まっちゃうんですよ。で捕まっちゃって、でそのでも娘はお父さんが捕まっちゃったのとかもまあ分かんないというか、どこ行っちゃったんだろうってなって、でお父さんはお父さんでもう自分が捕まったっていう感覚もまあ障害があるから理解あんまできず、で娘に会いたい娘に会いたいって言って、でまあなんか刑務所の中で同じ部屋の人がまあなんかこうその知的障害のお父さんの人に助けてもらう場面があって、でじゃあ助けてもらったから何が欲しいって、普通はなんか刑務所にいるからさ、いろんなもの好きなものとか食べられないから普通食べ物とかだと思って聞いたら娘って言って、で娘が刑務所にいるお父さんに会えるっていう話からの、もうね、うん、こっからなんですよ、こっからがすごいの。全然結末はこんなんじゃないんだけど、もっとちょっとズンってくる感じなんですけど、そうこれ韓国映画なんですけど、すごい、本当にすごい。うわなんかすごい、めっちゃミラーボールくれるじゃん、ありがとうございます。ありがとう。クマさんもくれたね、花束もくれたね。気になる方はもう見てください。とりあえず今の私も声出るほんと直前だった。もう声なんかね、声も出せないぐらい泣いてたから、もう私はネットフリックスで見たよ。ゆまなちゃんはおやつして当ててた。でも皆さん泣ける余裕がある日にした方がいい。なんか次の日なんか大切なお仕事とかの日はやめた方がいい。私まだ全然思い出して泣けるぐらいすごい余韻がすごい。あ、ミラーボールなんかすごい。どうした、みんなめっちゃミラーボールくれるじゃん。まあ、この期間もうすぐ待つ、8月末に舞台のお稽古もあるから、あ舞台のお稽古っていうか舞台の本番があるんで、だからまあなんか別になんかゲームを始めてもいいし、何しようかなと思った時に、ああなんか今までお芝居でやることは多かったけど吸収してない最近と思って、だから映画とかドラマとか見てるんですけど、すごいくれるね、ありがとうございます。ミラーボールありがとう。そうだからなんかお芝居からちょっとでも離れるとお芝居の感覚なくなっちゃうの嫌だから、なんか
構なんかお芝居してるのみたいなと思って、でやっぱなんかアメリカのドラマとかだともうお芝居とかっていうよりもすごすぎてちょっとなんかわかんないから、日本のまず映画とかドラマ見ようと思って、まずでなんかなんて言ったらいいの、20代の女優さんが出てるやつ見たいなって思って、なんかやっぱ年が離れたすごい役者さんいっぱいいるんですけど、なんかもうそれを見ても私バカだから、なんかこういう表情なんだとか、あセリフこうやって言うんだとかもう分かんないから、一回まず自分と同じぐらいの年齢の方が出てるやつ見ようとか言っていろいろ見てたら、なんかいろいろ面白いの見つけてどん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 あれしてる、で合間にちょっと疲れたらアニメ見てる、で韓国の映画とかは伏線がすごく分かりやすいというか面白いし展開が早いから見やすいから、まあ合間合間に挟んだりしてみて、本当はウォーキングデッド見たいんですよ。ありがとう、すごい今日ミラーボールデーだね、すごいミラーボールデーなんだけど、どうしたのみんな、ミラーボールがすごい、そうあとツイッターにみんなにさ映画とかさアニメとかあのドラマおすすめ教えてくださいって言って、そう私は今期まあ自分が入ってるサブスクが少ないから3つしか入ってないから今、ネットフリックスとあと Hulu と Unext しか入ってないから、この中で今期のドラマと思ったら私は箱詰めにハマりました、面白かった箱詰め、ありがとう、あのここまでにミラーボール送ってくれたみんな私ね3つ少ないんですよ、ま、前もっと5つとか入ってたから、これに Amazon プライムも入って ABEMA TV も入ってたから、あと1回 DTV とかも入ってた、もう全部入ってたぐらい入ってた時あったんで、私からしたら減ったんですよ3つで、ありがとうすごい、あそうなんか入りすぎても1ヶ月にそんな5つもサブスク使わないなってことに気づいて、でもネットフリックスは絶対使うから、ネットフリックス絶対で、 Hulu はやっぱり作品数が多いで、ずっと韓国ドラマにハマってたから韓国ドラマのラインナップが多い Unext 入ってて、なんか ABEMA TV は恋愛リアリティショーを見るんだったらいいなと思ったけど、意外とあれ無料で見せてくれる期間あるからとか、 Amazon プライムは映画って感じだけど、多分 Netflix と Hulu と Unext とどっかしらにはあると思って、 Amazon プライムは結構本当に映画重視って感じだから、私は3つに絞りました。今日やばいよね、ミラーボール祭りなんだけど、なんかすごいありがとう、いや言ったら入っちゃうのかな、ごめんね、なんか別に大丈夫ですよ全然、ありがとうございます、あとそう Unext ってあのポイントがもらえるんですよ、毎月1日かなんかに3000ポイントぐらいで、結構ポイントで500円とかで借りると最新作見れたりするんですよ、最新の映画とかドラマもそうだけど、だからそれすごい結構いいなと思って、だから劇場に行かないと見れないようななんか最新作
とかも見れてありがたい、ユーネクスト。しかも私ずっと舞台期間中とか全然ポイント使ってなかったから、ポイントがたくさん待ってるからすごい嬉しい。また今日もあと一個見ようかなって思ってたけど、今日はもうこれで終わりにしようと思う。今日のこの作品がちょっと後に響きすぎて、他のなんかドラマとか映画とか見てもちょっと入ってこない。結構さ、あのアメリカの映画おすすめって来てて、私ワイスピとかも、あとなんだっけアベンジャーズとかもどこまで見たか忘れちゃって、逆にそういうのある。すごい みんなおすすめしてくれてるやつ、あーちょっと見た、ちょっと見たんだけどどこまで見たっけみたいなやつがある。あ、君の膵臓は私まだ見れてないんですよ。絶対やばいと思って。私そのなんか泣いちゃう系はその次の日に響くから結構避けてきてるんですよ。苦手なんですよ。どっちかっていうと軽く見れる方が、そのやっぱそのお仕事のその次の日とかに本当に持ってっちゃう人間だから、だから結構みんなにもあんまりなんか感動するやつ苦手って言ってるんですけど、それは嫌いってわけじゃなくてめちゃめちゃ入り込んで引きずっちゃうんですよ。別になんか面白いコメディとかはそんな引きずらないのに。え、そうですよ、めっちゃ覚悟して映画見てる本当に。君の膵臓絶対やばいよね。絶対 見たいんだけど絶対見れないのよ。ありがとうございます、ミラーボールありがとう。ホラーやサスペンス系はあーちょっと引きずるかも。なんかお風呂とかにいる幽霊とか、あとなんか帰り道にこうなんか殺人鬼に追われるとか結構引きずるからめっちゃ気をつけて帰る。だから誰よりもすごいなんかそういうとこほんと神経質になっちゃう、映画とか見ると。けど見るんですよね。苦手な人多いもんね。ミラーボールやったありがとう。あ、リングとかになったらね大丈夫。私あの日本のホラー大丈夫なんですけど、海外系のホラーってあのお化けじゃないじゃないですか。お化けもあるんだろうけどなんかグロいじゃないですか。グロいのは無理なんですよ。だから結構お化けは見れる。お化けのホラーは見れる。そう、そうとか無理なのよ。イットは見れた。イットはそんなグロくないね。バーって出てくる感じだもんね、ピエロは。
ミッドサマーってさ、なんかあったよね、その映画。あ、着信あり、着信ありめっちゃハマってた。めっちゃ見てて、めっちゃ友達におすすめの映画はって言われて、着信ありって言ってなんか見せたりしまくってました、友達に。なんかそのなんかびっくりするところを共有したい人なんですよ。なんか着信ありですごい、私2かな、着信あり2のやつでマジで本当にすんごいびっくりしたのがあって、それをすごい一時期広めてた。私人に広める癖あるで、なんか今は韓国映画の目撃記者ってやつをめっちゃ広めてるんですけど、広めて見てもらってなんか驚いてんの見て、手帳めっちゃやばいっしょっていう言いたい人。あ、そう、スプラッター映画はダメですね。あれとかも見るよ。夏になるとさ、もう今はすごい少ないけど、ホラーの特番とかあるじゃん。そういうのみんな好き。あと本コアとか。劇場でも見ました。SK で流行ってるドラマ、みんなドラマの話しないか分かんない。みんなアベンジャーじゃない、東京リベンジャーズの話しかしないよ。ケツなんて特にもうアニメのそのリベンジャーズの話しかしてないから、みんな見てないんじゃないかな。あともっぱらお笑い芸人さんが多いです。あ、またミラーボールありがとうございます。ヒロアカも途中でさ、やめちゃって、その期間が長いからさ、なかなか入り込めなくて、呪術廻戦も途中で離れちゃって、あとちょっと、あと進撃もそうなんですけど、この前進撃もう一回見てたら同じとこ何回も見てて、でも進撃が多分結構見やすいからポンポンポンって見れる。進撃は大阪の舞台終わってからにしようかなって思って、ハマりそうなやつ。とりあえず私の課題は今日見た映画から意識を変えること。とりあえず今日はちょっとそっと、なんかテレビとかも見れなくて、もうニュースとかもだし、 YouTube とかでもなんかそのさ、今日見た映画を見終わった後に泣きすぎて、なんかちょっと辛すぎて、ちょうどニュースがやってた時間だったんですよ、夕方だから。ニュースももう見れなかったし、あとなんか YouTube とかって結構わーって楽しい感じの YouTube 多いじゃないですか。それとかももう見れなくて、ずっとなんかオルゴールみたいな音楽流してました。でぼーっとしてました。すごい、今日何個来たんだろうってぐらいミラーボールくれますね。いや、私が引っ張られすぎてんのかもしれないんですけど、まあでも間違いなく泣く、泣かない人ないんじゃない普通にってぐらい泣く。わーい、
ありがとう。そうなんだよ、今日めちゃめちゃミラーボール来んの、ありがたい。いつも来ないもんミラーボール。いや来るときは来るんだけど、1、2個じゃない来ても。何飲んでんの？水です。見てカービィ。舞台終わってあのスタッフさんが迎えに来てくれたんですけど、そのスタッフさんがあのなんかコラボしてて、カービィがご飯屋さんと、それをくれたんです。家が星のカービィだらけになってきてます。そろそろ水飲めるようになったよ。常温の水も飲めるようになった。でも、まあ、冷たい水の方が好きだけど、なんか舞台のありがとうございますミラーボール舞台の稽古場にこうそれぞれ差し入れをまあ入れるんですけど、各事務所とかが個人的に入れたりもするんですけど、大体みんな水かお茶とか入れるんですよ。で私結構オロナミン C とか入れたんですけど、でなんかある日いつも水とお茶があったんですけど、ある日水しかなくて、しかも常温の水しかなくて、で水しかないと思って買おうと思って自販機行ったんです、稽古場の。そしたら水か麦茶だったんですよ。お茶の種類が麦茶しかなくて、私緑茶が好きだから麦茶ってなって、私むお水と麦茶同じぐらい、まあ飲まなくていいなら飲みたくないな派だったんで、麦茶かってなって、だったらもう常温の水か冷たい水か冷たい麦茶どれにしようかなと思った時に、じゃだったら冷たい水飲んでみようと思って飲んで、そしたら飲めて、なんかそっからなんか水ちょっとずつ飲んでたらなんか飲めるようになって、あれ飲めたと思って水を飲んでたら、あの本番中とかもなんかそのお茶一応飲んでたんですけど、でもやっぱり水の方が圧倒的に差し入れが多いから水飲んでたらいつの間にか水が飲めて、でもなんか水飲んでからすごい喉乾くようになって、でなんか今までミルクティーとか大好きだったんですよ。今も好きなんだけど、ずっと飲んでたのミルクティーを。でも水飲んでからミルクティーがめちゃめちゃ甘くて、甘く感じちゃって、でなんかあんまり飲めなくなっちゃって、たまに飲むんですけどね。で舞台終わってゼップのリハにバーって行った時も、いつもだったらポカリ飲むんですよ、水飲めないから。でもポカリの味を思い出したらめっちゃ甘くないって思って、うわなんか甘いの飲めないってなって、ずっと一人で リハしてたんですけど、フリーレをゼップの、その時も自販機で自分で水を買って、私初めてだったこの12年間でリハ中に水飲んでんので、ずっとポカリ飲んできたから、で一日中リハしてた日、自分で自販機で水を3本買って飲んでた。びっくりしちゃった。でもうそんでしたら、なんかメンバーにちょいちょい会った時にメンバーが「え水飲んでる？」ってびっくりしてて、そうなの、水飲めるようになったのって言って、みんながめっちゃ、ゆきちゃんとかめっちゃ驚いてる。だからご飯の時もお茶より水ってなったし、そうでライブの時はもう水で行こうかなって思ってたんですけど、
足をつるんですよね私結構。なんかで今までそれずっと水分不足だと思ってて、でトレーナーさんに足つるの嫌なんですよみたいな、2回公演あったからさ、昼の時はまだ行けたんだけど夜公演絶対つるなと思って、えどうしようみたいな。でしかも K2 のさ、ゼップツアー水休憩あったからさ、どうしよう水飲むか、本来水飲みたいんですよ、水の方がガーって飲めるから。でもどっちがいいんだろうみたいな、どっちならつるのを回避するのはどっちがいいですかっつったら、あの始まる前にお水をたくさん飲んで動いてる時はポカリがいいよって言われたの。だからあ、じゃあライブ中はポカリの方がいいんですかってなって、うん、つるとかなんかそういうの感じるんだったらポカリがいいよって言われて、で私は水休憩の MC の時はどっちも一応用意してもらって、最初にだから水飲んでその後ポカリガって飲んだんですけど、終わった後も水飲んでたから変わりました。でもなんか結局夜公演、昼公演と夜公演の間のリハでめちゃめちゃ足つってたんですけど、なんかその時にトレーナーさんと喋ってて、てか多分みたいな、もう水分不足じゃないよって言われて、普通にただただ筋肉が久しぶりに動いてびっくりしてるからつってる方だよって言われて、あ、そっちみたいな水分とかの問題じゃないって言われて、でも私1、2ヶ月がっつり踊ってないから普通に体がびっくりしてるだけって言われた。しかも普通の運動量じゃないじゃないですか SKE のライブって、もうはちゃめちゃに踊るから、そう水不足じゃなかったの、ただのもうなんか筋肉がびっくりしちゃってて、それはどうしたらいいのって言ったら、もうどうにもできないって言われた。まあ改めて思うけど、いや自分でセットリスト組んで思ったけど、でも SKE ってやっぱりなんか運動量がね普通のライブの100倍ぐらいあるなっていうか思いましたね。とそれでさ、セットリストの話よ、セットリストの。みんな K2 のゼップツアー見た？見てない人からしたらこの話何ってことなんだろうけど、あ、ね、この話をバーってしてる間でもミラーボールをくれてありがとうございます。ハートも見てます。ようやく本題よ。を見てる、見てくれた。私もね、私たちはまあもらえるっていうか、まあ、普通になんかマネージャーさんから本番映像ですって送られてくるんだけど、なんか楽しかったから保存しちゃったよね。めちゃめちゃ容量、携帯の容量もほんともうなくなるんじゃねえかってぐらい重たいかったんだけど、なんかもう一生見れない嫌だなと思って保存しちゃいました。でたまに見て、ちなみにセットリストは私半分しか関わってない、こんな言ってるけど半分です、関わったのでも最初のセットリストの感じは全然違ったの。1曲目に15人姉妹の歌じゃなかったんですよ最初、マネージャーさんが考えてたやつは。ただマネージャーさんが SK2E とこう何かそれぞれ多分きっとなんか形を変えたりとかした方がいいって思った時に、ケツのマネージャーさんが15人姉妹の歌をユニットをオープニングに持ってきたいですって言ってて、
すごい面白そうですねって言って言ってて、で私は基本的に K2 のライブのテーマ、大まかなテーマ、どんなツアーにするかとか、あと曲だけですね考えたの。メンバー構成とかはもうそれはもうマネージャーさんがこれがこうしてこの子とこの子でこう見せたいですとか、そういうので曲の候補とかも何個かあって、でも本当にこの子とこの子でこう見せたいんだったらこれ合うんじゃないですかとか言ったりとか、もしかしまあやっぱりその今のマネージャーさんも古いマネージャーさんじゃないからきっと曲がわからないっていうことも多かったから、曲をやっぱなんかいろんなの知ってるからそれで言ったりとかもしたかも。でもまあ大きなテーマとしてはとにかく明るく楽しくっていうテーマで、あとゆるく T シャツのゆるくでも羽田はあれ、羽田も羽田で考えてたし、博多福岡の ZEP ツアーは、あ、そう、15人姉妹のあのなんだっけ歌詞とかも最初は新しい子だけを変えようと思ってたんですけど、あの昇格した組、なんかアーヤまではアーヤが昇格してきた時は実はどっかで披露しようとしてて、15人姉妹は普通に公演とかでやろうとしてたのかな、ユニットで、だから決めてはいたんですよそのユニットメンバーが。でも今年12周年で、今年去年か12周年で昇格した4人の分がなくて、じゃあその子たち考えようと思ってたんだけど、結構なんか難しいから15人姉妹考えるのって、なんか私一番最初にユニットやった時はメンツがメンツだったのもあって、あのカオタンとオシちゃんと考えたんですけど、結構もうなんかその本家のやつをベースに考えてたから、なんか面白くしようと思って結構なんかディスり多めのとかもあったんですよ。でも2代目の15人姉妹のメンバーがゆきちゃんとチュリとメロで、ゆきがメインで考えてたんですけど、ゆきたちはやっぱ優しいから優しめのなんか感じのだったんですよ。で今回どうしようと思って、でもいつか劇場でまたユニットが再開した時にやるかなと思って、ユキに一回託そうと思って、ユキに託そうと思ったんだけど、ユキもあのプロレスでめちゃくちゃ忙しくて、でもユキにもなんかいろいろ相談してて、したらてかもうみんな古くないですかみたいになって、全員変えた方がいいかなみたいな話になって、全員変え、確かにこれを機に全員変えた方がツアーだし、なんかファンの人も喜んでくれるかもと思って、で変えることになって、でもあみたいな言った手前、じゃあマネージャーさんと考えようと思って、ユキプロレスの試合でめっちゃ忙しかったから、だからマネージャーさんと考えようと思ったんだけど、マネージャーさんはなんかもっとなんかすごい優しさの塊の人みたいな人だから、なんかやばいと思って、でも稽古結構もう後半戦に入ってた時だったから、あーみたいな、しかもなんか全部 LINE でやり取りしてたから、そのなんかさ LINE で誰かとやり取りしながら決めるってことが逆に私からしたらちょっとうんって思って、疲れると思って夜中にもうなんか自分の知ってる情報だけでバーって1人2、3個ぐらい書いて、で
さんにもう全部考えたやつ送って、そしたらリーダーと副リーダーとマネージャーさんの3人の LINE があって、そこにポンって送ったんですよ、15人姉妹の新しい歌詞とりあえず。そしたらルカが、あ、え、ルンルン考えたのみたいになって、じゃあルカも考えるってなって、でルカも考えてくれて、でそのそれをメンバーに送って、どれがいいですかって言って選んで出来上がった歌詞があれでした。だから基本私もルカも全員の分考えたけど、誰がどれ選んだとかは多分あんま分かんない。3人というかもはやね2人だね。マネージャーさんはねもうね、あの情報だけもらってました。この子ってどんな子ですか、この子ってどう思いますかとかって感じです。でなんかやっぱメロディーとかもやっぱ歌ってるから作れかけるというか、あ、この音にこれハマるかな、ハマるかなみたいな。でも本当に改めて思うけど、2回目だけど難しい、やっぱり。そう、なんか何個か選択肢はあった方がいいし、私が思うその子と、もう多分きっとみんなそれぞれがあるから選択肢は多い方がいいじゃん。で本人が考えた方がいいじゃん、だって本人の紹介だし。今までは本人の紹介だけど、そんなにねあんまりすごい選択肢とかなかったけど、いやもう今だからいいけどマジで大変だった。私一回えってなったもん、こんなもうってなった、一回もうってなったよ。エゴピもね、エゴピは私2択ぐらい送ったんですよ。でルカも1個あったの、だから計3個あったんだけど、多分もう LINE でやり取りが多すぎてマネージャーさんがコピペが多分間に合ってなくて。でもエゴピに関してはそのアイドル系だったから、そのディスリ系が全くなかったから、あのキナちゃんとか入れてたんですよ私。なんかアイドルとエゴピって言ったらキナちゃんだなと思って、今飼ってるワンちゃんのキナちゃんのことも入れてたんですけど、まずその選択肢が送られてないから採用も何もなかった。そう、でもエゴちゃんはそのアイドルと、アイドル1この文章かアイドルとキナちゃんの文章かって感じでした。なんかこのなんか先々のことも考えすぎて、15人姉妹を ZEP で一新しちゃするとして、でもし劇場でやれるってなった時に、あの映像撮れるじゃん、映像を。だからその映像にも活かせるやつがいいなって思ったんですよ、その歌詞が。で映像ありきで考えた時にキナちゃんとかさ、エゴちゃんとキナちゃんが一緒にさ、なんか動画に映ったら可愛いじゃんって思ったりとかして作った。私はあのそんな毎回歌詞そんなポンポンポンも変えられないから、 ZEP でやった次はその劇場公演であのやれることを祈って考えてた。そうよ、めっちゃあの無神経には考えてないはず。あとなんかみんながなんていうのスムーズにいろいろできるように。でもよかった、とりあえず完成したから。ルカちゃんは一択ってか私が考えたやつですね。本人考えなかったから自分のやつ自分のやつ考えづらいね。そうで、ユニットはまあ何かオープニングにユニットを持ってきたのもあって、私うちって15人だから全員揃っても
だからやっぱり人数構成の分け方がすごく難しいってマネージャーさんが言ってて、で、まあ、羽田ベースの感じにして、で、あのそう羽田で9期がさ5人で歌ったじゃん、その、まあ、K2 に来たよみたいな、改めて私たちのことよろしくねっていう意味の君だけにチュチュチュとかカペキグーナネとか歌ってた5人を逆にごちゃ混ぜにしたい博多ではってマネージャーさんが言って、だからメンバー構成もこう均等に9期がバーって分かれてたから、でなんか5人5人だよね、5人5人ユニットができて、で5人5人5人のまず歌で考えた時にあんまり候補がありませんってマネージャーさんが言って、でどうしよっかなってなった時に、私最近峯岸さんの卒業ライブ見たんですよ。でその時にチューズミ見てて、わーみたいな懐かしいと思って、でそしたらパッてそれが多分思い浮かんで、そういえば SK って遠距離ポスターは全国ツアーとかで歌ったことあるけどチューズミ歌ったことないなと思って、新しいかと思って、なんか私は昔の感覚で言ったら遠距離とチューズミってマジワンセットって感覚なんですよ。だからあ5人5人だったら、最初当初羽田は明るい曲だけ縛りで行こうと思ってたんだけど、もう明るい曲縛りで逆に行くのも難しいなって思って、しかもメンバー構成見たら、あなんかそのナオとアーヤとルカとかはしかも踊れるし、あじゃあもうここは明るい曲だけじゃなくていいかってなって、でも落としすぎないやつがいいと思って、でもうまず遠距離とチューズミっていうこのセットをやろうと思ってやって、で知ってる人はきっと熱い曲だし、知らない人でもこんだけやっぱすごいなんていうの上がる曲だからきっとハマると思って入れて、その対比明るいアイドルソングにちょっと切ないけど切ないソングみたいなこのセットを決めて、あじゃあ夜も夜はこの明るい組と暗い組を逆転しようと思って、メンツは変わんなかったから、で2人のユニットはもうそのエナとユキちゃんが仲良しってことだから仲良しが伝わればいいねってなって、フルーツ曲バナナとアボカド可愛いんじゃないってなって、しかもバナナって結構なんかわがままとかもあったんですよ、わがままな流れ星とかもあったんだけど、うん、そこは結構もう2人に合う感じって言って、なんかその選択の中から選んだ、可愛いとりあえず可愛いのって言って、でナオとアーヤとルカに関してはやっぱりアーヤがそこまでしっかり踊れるから、ナオとルカにこうついていけるもうパフォーマンス力があるから、だったらここしっかりかっこよく見せた方がいいねってなって、で制服レジスタンスとジュンクレカでしたでもフルーツ曲ジャンルではないよ別に、あのエナとユキちゃんのなんか2人曲バーって並べてたらなんかフルーツあるなってなって、フルーツだねってフルーツかわいいじゃんってなってフルーツにした。でそうその遠距離チューズミの対比夜バージョンがそれこそ探してもどれなんだろうってなって、でまあだからマネージャーさんはもう遠距離とチューズミ世代を知らないからわからないですってなって、
なんだろうってなって、でも SKE の曲なんかないかなと思って赤白とかもバーって見たんだけど、果たして5人で映えるのかこの曲はっていうのとか結構あったので、なんだろうなんだろうって探した時に、あっラブクレと思って、ラブクレの曲ってめちゃめちゃいい曲、いいメロディーの曲多いなと思って、コップとシェイクイット迷ったんだけど、反射的スルーあんま見てないなと思って、反射的スルーになりました。もうだからなんか、うん、なんかいろいろお互い私も私なりの理由を見つけて選ぶし、マネージャーさんもマネージャーさんなりの意味を作るから、その意味がしっかり合わさるように作った。なんか確か昼夜どっちが明るいのにしてどっちが暗いのにしようってなった時に、なんだっけ、なんかそのやっぱエゴちゃんラブクレにね、本家だからさ、ラブクレのだからどっちなんだろうってなった時に、コップの方が見るよね多分今後ってなって、わかんないけどね勝手な予想はね、反射的で本当になんかあの時のメンバーユナとかララが行った時ぐらいしか見てないから、コップとかって結構使われやすいけど反射的って意外と使われないのかなと思ったら、反射的のエゴちゃんいいんじゃないってなって反射的になりましたね。エゴちゃんが大人になったっていうのは大きいかも。大人になって綺麗なお姉さんになったから、あの反射的をセンターでやる意味もあんのかなと思って、とかなんかそんな、わかんないけどね、これが合ってるとかわかんないけど、まあこれは K2 のライブってことなんでこうやって考えてこうしました。だから今回さ羽田でもそうだったんだけどさ、羽田のユニットさ、エゴちゃんとゆずきがさセットだったじゃん、あそこは完全にもうパッてこう見た時に、あこの二人ってもう K2 で完全に頼れるお姉さんだなって思って、今まで先輩がバーっていたからやっぱりなんかこう天使とか、あとなんかゆずきもなんかすごい友達みたいな、なんか真ん中な感じがあったんですけど、でもよくよく考えたら今の K2 ではもう完全にお姉さんだなと思って、だからなんかこの2人でこのユニットやりたいんですけど2人でってなった時に、あなんか最近2人ともなんか綺麗になったから、なんか綺麗なお姉さん枠でなんか見せてあげたいねってなって、で、あの歌になったかも。ゆずきお姉さんだよ、めっちゃ綺麗になったもん、もう本当に。なんかショートカットの時とはまたイメージが全然もう今違うなって思う。そうっていうね、まあこれは完全なる私とマネージャーさんの独断と偏見ですあとはユニットはそんな感じで、上のブロックは K2 ブロックとして見せたかったから、 K2 の会いたかった公演からの初期の公演の曲、公演曲やりたくて、どうしてもオープニングで
で会いたかった、まあその地方に来てるのもあるから会いたかった入れて、で今の現公演でちょうどオープニングのね4曲目でもあるし、このゼップツアーでもオープニングのその最後の曲として偉い人選びました。で真ん中の曲何やったっけ、ああフェスティバルもあのタオルをなんかみんなに買ってよかったって思ってほしくて、てかなんかみんなに持ってってほしくて、あのタオルを、あのゆるい、うちはゆるいなタオルを、なんかめちゃめちゃ可愛いなと思って、あのタオル結構お気に入りなんですよ。だからあのタオルみんなに持ってってほしいな。でもただなんかこうみんな買ってくださいっていうよりかは、このライブで何か使える意味をと思った時に、あ、外資の10周年かな、10周年の外資ライブかな、でそういえばフェスティバルでタオル振ったなと思って、でフェスティバルでタオルを使うっていう、っていうのを言って、でそしたらやっぱりその前に絶対 MC が必要だから、その MC でアイリーとかが、やっぱアイリーがその物販の話をするってことも重要だなと思ってなんかみんな好きだよなと思って、アイリーがそれ言うの待ってる人もいるなと思ったから、まあここはなんかある意味ゼップツアーに関してはもうものすごく内輪で考えました、きっとそうだろうと思ったから内輪狙いで行ったんで、内輪ネタで行きました。で、まあ、ディスコ演出は演出家さんのアイデアなので、待ってたでしょ、好きでしょみんな、 SK のファンの人ってそういうの好きだなってすごくわかるから、だからなんか MC とかもね、メロの企画とかもそうだし、なんかみんなが待ってるものをなんかせっかくの K2 ライブで出さなくてどうすんだろうと思ったから、もうここはもう思う存分出そうよと思って、何があってもチームだし誰かがカバーしてくれるしとか思っててやりたい放題そうで、蜂の巣やって君好きのね、君のことが好きやけんやって、で博多はシェカラシカでした。なんか最初本当は2曲ぐらいにしてたんですよ、一番最初のセットリストは。実はえ、これ言ったっけ、言わなかったっけ、これ誰に言ったんだ、メンバーに言ったのか誰に言ってんのか分かんない、忘れちゃったけど、最初は本当はやっぱ地方っていうか愛知から飛び出すから2曲ぐらい入れてて、その AKB 羽田だったら AKB の曲を2曲で、博多だったら2曲で、しかも一番最初なんは AKB だったら、あのその全体的にそのあんまりすごい難しいのとか嫌だったから、AKB は2曲の時忘れちゃったかも、あ、うん、なんだっけ、夏曲を入れたんですよ、で1個忘れちゃったんだけど何だったかは、1個忘れちゃったけど、もう1曲はあれ真夏のサウンズグッドをやろうと思ってて、東京では羽田か、羽田ではあれって先輩後輩の曲だから、なんかうまく先輩の後輩こうしたらあれかなと思ってとか考えてて、
もう一曲はなんか誰かのアンケートに入ってた曲選んでたんですけど、それ忘れちゃったんですけど、夏明るい曲でした。で博多は最初2曲選んでたのは大人列車と好き好きスキップかなをやろうとしてたんですけど、まあちょっといろんなやりとりの中で1曲になろう、1曲に絞ろうってなって、で、まあ、演出家さんからのアドバイスもあって、ここはこの流れがあるから、その結構なんか踊るじゃないけど、こうそういう明るい、ただ明るい曲じゃないのがないかなってなったから、でも私はどうしてもやっぱりそのなんか AKB のダンス曲をやるとかは全くなかったから、その八野さんまた別として、なんかすなんか簡単な、なんか簡単で楽しい曲って思ってで、なんか夏を感じれる曲と思ってパッて見て思いついたのが、あ、フラゲと思って、フラゲ夏だし、なんかちょっと 踊るじゃないけど、そのなんかただ明るくないと思ってフラゲってなって、フラゲを羽田に入れて、でじゃあフラゲみたいな多分ことをの流れを望んでるってことは、じゃあ大人列車でも好き好きスキップでもないってなって、そしたらなんかちょうど多分ゆずきかなんかがショールームでシェカラシカを言ったんですよ。でマネージャーさんがシェカラシカありますってなって、で聞いて、あ、フラゲと同じ感じのメロディーと思って、なんかド明るい夏ソングとかってわけじゃないから、あ、なんかすごいいいかもと思って、あとなんか博多って最高かよとかあるじゃないですか、 HKT さんって。でも最高かよとかも絶対盛り上がるんだけど、みんなが今こんな声を出せない状況で最高かよ歌ったらフラストレーション溜まってしょうがないと思って、そこはやめてシェカラシカになったんですよ。そしたらめちゃめちゃハマってて、みんなが、てかゆずきとなおちゃんが爆いけすぎてびっくりしちゃってでもその前の寸劇は知らない、なんかリハ行ったら寸劇するってなっててそれはもう演出家さんが考えたらしい。うん、寸劇は知れ、全然知らなかった。むしろ寸劇絶対嫌です、 NG です、 K2 はって言ってたぐらいでも何かしら必要だと思ったから入ったんだろうし、まあ結局おもろかったんじゃないかなと。でもびっくりしちゃった、あの自分も踊ってるから最初分かんなかったけど、そのアーカイブ見て、えー、みたいな、そっかみたいな、こういう曲になったらあのゆずきとなおちゃんでやるよねと思って、すごいもうなんかかっこいい。寸劇 NG、 そうちょっと寸劇ね、ちょっともう今 NG にしてる寸劇難しいんですよ、やりきらなきゃいけないし、なんか面白くないとつまんないし、だったらなんかうちはやんなくていいよっていう改めて何回か寸劇やったから、 K2もう SK でも寸劇やった上で、寸劇って難しいなってなったから、ちょっと寸劇 NG ですって言ってたんだけど、ちょっと寸劇減っちゃった。あ、そう、ナオもね、かたくなに拒みましたね、リーゼント、そう言われたんですよ、ナオに、ね、リーゼントかぶってって言われたんだけどって言われたから、でもそれは自分で決めなって言って一回断った。って感じですね。コントね、まあ難しいよ。なんか、難しいと思う。やっぱすごい。なんか、楽
しければいいんだけどさ。でもあこれ違うなって時もあるもんね、寸劇とかコントで。あこれハマってないなって時、なんかやっぱなんて言ったらいいんだろうな、めちゃめちゃさ、その誰もプロがいないからさ、コントのプロとかいないからさ、プロの人がね、そのあのさ前やってたアイアのさ時にやってたさ、あのコント上手い方たち、私も一回コント番組出させてもらった加賀さんたち、加賀さんたちとかがいたら絶対面白いと思う。でも基本的にライブの時はそういう方いないから、ライブのプロの方たちはいるんだけど、コントのプロの方たちはいないから、私はプロの人たちがいるならやるべ、やってもいいと思うんだけど、いないのにやるのは反対派。誰も教えてくれないもんだって。あそう、大人計画の方だったらお話をしてた方がまだいいと思う。あとなんか好きな子と好きじゃない子もいるからね、そういうのってね。エコパノはエコパノはあれは私がやった方は失敗だったなって思うし、夜は成功だったと思う。それはもうメンバーの中でみんな思ってた。それははっきりもう今思い出だから言うけど、いや完全にそう、昼のやつは全然ハマってないよ。夜はすごい、なおたちのスチュワーデスさんたちのやつはすごい面白かったけど、失敗の方を見てしまった。逆に貴重よ、失敗の方見れんの。すごい、なんかずっと喋ってる間にずっとね、ミラーボールありがとうございます。また思い出すでしょう、うちらもそういう経験を得てあの空気感をまた作り出すぐらいだったらお話しようっつって言うそういうグループです、チームです。うちはやっぱなんかさ、面白いって言ってくれるのはまあなんか、いやでもね、やってる本人たちがね、いやこれ大丈夫かって思っちゃったからね。あれも結構練習したんだけどね。そうだね、本気で演出の人が、本気でそういうコントの演出の人が入ったら絶対面白いと思う。まあ、アイドルのライブを見てくれてる人はやっぱりさ、優しいからさ、楽しんではくれるじゃんね。まあでもそういう意味で、だから寸劇やんない代わりにうちはお水休憩をフリーでやるっていう、そういう企画を思いついたから、そっちで。でも面白かったよね、なんかあんな後ろの人たちがあんな面白いことしてくれると思わなくてびっくりしちゃった。でもあんなにきついと思わなくて。でも私的に体感的にきつかったのは、水休憩の後のメドレー、渚のイメージからメドレーやる、あそこはねまだいけんのよ。でもマジで怖いって思ったのは、マンゴー終わってあの後も水休憩入れなきゃやばいって言って、まあ本当にでも本当ひと飲みふた飲みするぐらいなんですよ。そのメドレーがそんなすごいめちゃめちゃ疲れてるわけじゃないから、だからなんか本当ちょっとの休憩で行けたんだけど、ただそっからよね、そのリセットから行っちゃって、リセット始まったらやばいもうみたいな、引き
返せないっていう恐怖の方が怖かったかも。てかもはやリセットがきついのよ一曲で。だからゆきちゃんがすごい行けますかみたいな言った時も怖すぎて私すぐ行けなかったよね。なんかリセットのあの頭のダンスをした時点ですごい勢なんか気合い入るんだけど、その気合を最後まで保たないと途中で心折れるってぐらいマジで本当になんかマジで怖かったリセットの前もうめちゃめちゃ、いや自分で考えたんだけども、もともとフラストレーションなかったんですよあそこに。でそもそもフラストレーションが前編に一個もあの入れる予定がなくて、フラストレーションって一曲できつい曲だから。でも最初ハチノスとかのところらへんに一回入ってんの見て、いやいやいやみたいな、ここつなげたら死ぬ死ぬ死ぬって言って、でどうしようってなって、でもの最後のブロックは絶対 SKE の、そのなんていうんだろう、まあ、リセットはリセットであれなんだけど、でもリセットはなんかその公演曲としてケツの始まりとして入れたかったからあれなんだけど、シングル曲の中に蜂の巣入れたらよくわかんなくなっちゃうから、えってなったらフラストレーションってシングル曲だよなってなって、ででもそれを最初にやってもきついし最後にやるのもきついし、で最後はどうこうなんて言ったらいいんだろう、前向きソングを結構入れたくて、私的にそのシングルはリセットもそうだけど新しいチームだよっていうさ、その、まあ、新しいチームっていうかそういう歌じゃん。だからそこから始まって明るい曲、前向きな曲で歌詞がすごくいい曲バーって並べてっていう構成にしてたから、フラストレーションどこにしようってなってフラストレーションって結局もうすごいあの盛り上げるっていう曲だから、だからあえて真ん中が一番どうしてもその無意識と愛の数のあそこ、無意識フルでやって愛の数っていうあそこの流れは絶対にやりたかったから、じゃあと思ってフラストレーションを一番真ん中に置いたっていう。そうそう、そしたらすんごかった。そうフラストレーションもともと入れないですよ、こんな明るく楽しくイエーイってやろうって言ってるのに、フラストレーションは普通に私だったら選ばない、だったらフラストレーションがテーマのライブにするなんか本当に騒ぐなんかもうわーって騒ぐ感じのブロックのとこに私だったら入れたかった、ただ今回は最初に組み込んでなかったから、だからちょっと真ん中にポンって入れてみました。でも結局まあ入れてまあみんなが乗り切れたからよかったんだけど、まああれは本当に使い道を間違えたら本当に終わるから難しい曲。何ってあれであれをなんていうの、力余らせてやることができないんですよフラストレーション絶対に 120% でやり、全部の曲そうなんだけどフラストレーションに関しては 120% でやると本当に次の曲できないぐらいの体力の消耗っていうのを全員が分かってるから、だからあのむやみやたらには入れられない
いくら盛り上がっていくらこうバーってなったとしても、だったらやっぱ使いどころちゃんと考えないと、その後の曲が死んじゃうなと思って、パフォーマンスする側としても。だからそういうのも考えたらすごく難しかったけど、ケズのみんなはちゃんと乗り切ってくれたので、さすがでした。本当にさすが。しかもフルにしちゃったからね。そうよ、ある意味本当にめっちゃ危険な曲なんだから、パワーがもうめちゃめちゃ必要な曲だから。そう、 K2 って結局ね、結局乗り切るんですけど、まあでもそれに甘えすぎも良くないなと思うけど、うん、まあでも本当にすごい、なんかそれでやり行き過ぎて、うん、なんて言ったらいいの、怪我しちゃうとかそこまではしたくないから、やっぱりそういうこと考えると詰め込みすぎも良くないなっていうのは改めて思う。やっぱりみんながこう全員が全員しっかり、うん、楽しかったって気持ちで終われるライブが一番だから、やりきるけど SKE ってなんかそのなんか加減が分からなくなっちゃうから、だから本当に極限まで頑張っちゃう子がたくさんいるから怪我しちゃう子もいるし、もちろんそんぐらいパワーも必要な曲がたくさんあるからっていうのもあるんだけど、そこでさ、なんかさ、自本人やりたいのになんかできないっていうのが一番悔しいからさ、気持ちはやりたいんだけど体が追いつかないっていうのが一番嫌だから、そういうところちゃんと考えられたらいいなって思う。無意識の色のセンターは知らないです。なんかライブの対比見たら私になってました。なんでかは聞いてない。言われたところをやるのみと思ってて、で今回私大体の曲、頭の結構曲は付け足してもらってるんですよ。端っことかに後ろとかにも付け足してもらってるんですけど、後半のシングルとか結構、あと今までやってきたところとか、まあ、自分のポジションに入っちゃったりとか、それこそセンターやらせてもらったりとかしちゃったから、すごい覚え直させちゃってて他のメンバーの子に、だからすごいなんか本当にみんなありがとうです。本当だったらね、羽田のまんま行けるわけだからさ、普通だったら。そう、私が戻ってきてしまったことにより、そうなってしまったから、それは本当に申し訳ないなって思います。もう1時間経ったね。でもこれは私の懺悔があるんですけど、そのそこやりきりまし、あ、てかそこ、それはまた後で話そう。無意識のセンター多分嬉しかったって話は後で話すとして、なんか誰かの耳の最初の手あったじゃないですか。あれがなんか私舞台中に羽田のアーカイブをもらってたんですけど、え、何これみたいな、すごいみたいな思ってたんですよ。で自分があのリハーサル振り入れした時に先生になんかゼロですって言われて、え、真ん中ってなって、しかもカウントがすごくありますって言われて、もう1円2円3円4円とかで、もう自分の手を出していくとかなんですけど、私そういうの大っ嫌いなんですよ。その1円2円とかっていうのが苦手なの。しかもそれだけで手を出すとかが本当に苦手な人だから、しかもゼロっ
ってなって、しかもだから最初のタイミングとかの時もあって、絶対できないと思って本当に嫌ですって言って、私でなんかしかも私がゼロに入って、なんか私を多分ゼロにしちゃったからみんなずれちゃったらしくて、後にユキから聞いた話だと。だからなんか全員ずれたんですけど、なんで真ん中なんですかって言われて、いや私もわかんないけどなんか真ん中に入れられたと思って、で本当にできなくて、一人でやってたりずっとできなくて、なんか先生とかに本当にあの私耳のイントロかかってから入れませんみたいな、耳のイントロ入って時にこうみんなバーっていくから、その時に入れたら逆にみんなもカウントとか変わんなくて済まないなと思いつつ、でもそれ結構本当に一番ぐらい緊張してて、でも一番緊張してるはずなのに忘れちゃうんですよ、一番練習 しなくなっちゃうの、他の曲ばっかやりすぎて。これだけに関してはその誰かの耳の本編を踊れるからさ、イントロの部分全然そのイントロの部分のことを忘れがちだったのいつも。でまあアンコールはできるからアンコールは大丈夫とか言ってたら、なんか本番昼公演の本番の時に、そういえばリハーサルはもちろんしたんですよ、リハーサルはもちろんしたんだけど、実際やっぱ鏡がないとめっちゃ怖いし、で本番になってあみたいな、やばいこれあもうここじゃんみたいな、開演してなんか開演したらそのおしちゃんとかがこれマジ出たら終わりますよみたいな、もうその始まっちゃってステージに出たら一瞬たりとも休めないから、もう本当にこっからはノンストップですよってずっと脅されてて、でそれ作ったけどそうかそうかって言ってたんだけど、本当にアンコールまでなんていうの、他のことを考える余裕全くなんか、いつもだったら合間の時間に自分の不安な振りとかこの先やる曲の不安な振りの練習とかするんだけど、マジで今回のセットリストがノンストップすぎて、気づいたらアンコールで、気づいたら一番不安な曲のイントロやんなきゃってなってて、やばいってなって、昼公演どちゃくそ間違えました、ごめんなさい、本当にごめんなさい。これ本当にもう演出家さんもすごい気合い入れてやってたやつなんですけど、本当に終わった後本当すいませんっつって、なんかあの一個の失敗の要因何個かあるんですけど、上手と下手あって、私下手側から行く人で一発目に、で上手側がエゴちゃんだったんですよ。でこうスタッフさんが開けてくれるんですよ、したらあの音が鳴ってカーテン開かなかったんですよ。であれ開かないってなったら、みんながあれ出て出てってなって、わーってなってだから下手だけ出んの遅くてめっちゃ、そしたらもうバタバタバタ、えみんな着いたかな大丈夫かな出れたかなって言ったらもう始まって、でしたら今度自分の手がどっち光るか分かんなくなっちゃって、なんかこっちが光る方なんだけど、あれみたいな、どっちを出したら光るんだっけみたいなルールになっちゃってパニックよ。でだカウントができないとかじゃなくて、もう自分の手どっち光るのか分かんないから、もうなんか多分一回どっかであれ どっちだっけみたいな、一人でパタパタパタってしてて、やばいパタパタパタってしてると思って、だったらなんかもう暗い方にしとけばよかったと思って、でもなんかある意味真ん中だからパタパタしてもなんか後に演出家さんに言われたのは、もう真ん中パタパタしてんなと思ったんだよって言われて、本当にごめんなさい本当にごめんなさい私ですみたいな、どっち光ってんだろうって、でも見れないから自分でこうなんかこうやって見れないから、どっち光ってんだろうって、もうパタパタパタってずっと一人でしてて、本当にごめんなさいって言って、でもやっぱりそういうなんか出るの遅れちゃったりとかしたから、なんか結構みんなズタボロで、そうですよね、アーカイブ中に、私もこれアーカイブ中に話したかったんですけど、
そう、真ん中って何でも許される。だから真ん中にされたんかな、間違えそうと思ったから、だから真ん中にされたんかなと思うけど、マジパタパタしてた、ずっと、あれどっちどっちどっちってなって、いやもうどっちとかじゃなくて見せんな自分と思って一回落ち着いたんですけど、マジそれを反省したから夜は完璧にやりました。もうめっちゃ完璧でした。そうだよね、普通見たいよね、この失敗をしてる部分をさ見たいよね。本当ごめんね、私はいつでも見える、まあでも見られたくないのも本心だから。逆にそう、失敗したらちゃんと次に取り返すタイプの人間なんで。しかも先生からもリハの期間、その振り入れの時から、もうこれすごい、なんか最初羽田で歓声上がったんでみたいに言って、えーみたいな、そんなやつみたいな、え誰も失敗してないですかって言ったら、はい皆さんちゃんとやってます、えーみたいな、そういうの一番私失敗するんですって言って、本当にもうめっちゃ本当に懺悔、それはマジ懺悔。マジプレッシャー苦手なんで、プレッシャー大嫌い人間だから、そう。まあでも夜はやったんで、ちゃんと。だから夜は夜で15人姉妹の煽りの秒数計算間違えてはって顔になっちゃったっていうのも失敗。昼マジで綺麗にはまったんですよ。盛り上がっていくぞよー、ケーツーだったのに、何を思ったのか多分早すぎて、夜怖い煽りが、そしたら K2 までの間が空いちゃって、自分なんかはっみたいな顔が映ってて、いや新人かってぐらい本当に、なんかそういう失敗いっぱいある。そうだよね、みんなに失敗の話してるの、失敗確認できないんだよね。まあでも改めて本当に楽しかったです。他の失敗はないはず。あるよ、あったわ、もう一個失敗あったわ。無意識のサビのある日とかあるじゃん、突然見えてくるんだとか、あそこいつも自分二回し目の歌を歌いすぎてセンターの歌割り知らなくて、でもよく聞くから知ってると思ってリハとかではちゃんと歌えてたのに、急に歌った時にあれなんだっけってなって、ふわって歌った。でしかも最後のサビの君も僕もみたいなやつも多分違う歌詞をめちゃくちゃ自信満々に歌ってたんですよ。きっとって歌ったんだよ多分。それは本当に失敗。
でしかも昼公演歌えてんのに夜公演歌えなくなっちゃって、もうアホなんかと思って。なんかそれはさ、もう昼公演歌えてるからさ、心配してないわけよ、夜公演全く。だからもう、あの一緒に歌ってるメンバーがさ、聞こえてるからさ、やっぱりさ、ルルンそこ間違えたよねって、それもユキに指摘されるっていう。でも楽しかったです、とっても。無意識のセンターとか本当にマジ2年に1回あるかないかレベルでしかやらないから、本当にね、本当にありがたい。歌詞飛ばす、私歌詞飛ばしますマジで。てか何でも飛ばす。そうですね、高柳さんがいますもんね。でもすごい、あの9期生のね、5人の子がすごい楽しんでて、もうなんかえなとかあやとかは舞台期間中からずっとなんか、初日、私の舞台が初日の時ぐらいから LINE くれたりして、すごいあの頑張ってくださいみたいな、私も羽田のゼップツアー頑張りますとか言って、え頑張ってねとかって言ってたんですけど、なんかすごいすごい楽しい、楽しみっていうのをすごい逐一伝えてくれて、で千秋楽終わった時も、千秋楽あの福岡のゼップツアーすごい楽しみにしてますって言ってきたりして、うわすごい楽しみにしてくれてるんだなと思って嬉しくなって、で本番もすごいすごい頼もしくて可愛いなって思いました。チマもカメラ持って、いつの間にかうちからカメラマン卒業したと思ったら新しいカメラマンが入りました。チマカメって言って、チマカメじゃないっつって、新しいチマカメがケツには入りました。冬ピも汗だくで細いのにずっと頑張ってた、すごい。さやの了解レースも流行ったしね。あれ全然私さ、オシャンのストレッチ見てたから全然分かんなかったんだけど、了解レースの今度教えてもらおうと思う。うん、あやとチェキ取ってないな、取ってもらおう今度。まあでもとっても楽しかったな、いい夏の思い出ができました。そう、しかも私なんか MC 確認とか煽り確認とかその振り確認とかに追われすぎて、その美味しいものも差し入れもあんま食べれなくて、結局最後あのアフタートーク行く前に全部かっさらって持ってったんですけど、全部ってあの一個ずつ全部バーって持ってって、あのちょびちょびあの帰ってきてから食べてたんですけど、
その自撮りをしてなくて、私一人でもうバタバタしすぎて、そしたらなんか見返したら私自撮り一個もなくて、自分のだからみんなと撮ってもらった写真送ってもらって、だから昼公演の時とかもあのあーやが動画撮りましょうって言ってくれたからよかったけど、なかった、私本当みんなに何の報告もできないままだった。でもすごいなんか本当あーやは心配性だから心配性っていうのがあってんのかわかんないけど、心配性だけど本当私は会うたびに、いやもう君はもう十分すごいんだよとは言ってるんですけどね、認めてるんだ、心配になってしまうらしい。でも本当にね、キュッキーのみんな結構頼れる、てか今の K2 はみんな頼れる子がすごく多くなりました。なんかもっと前はね、その昇格して1年とかだったらまだまだなんかこう引っ張ってってあげなきゃって思うくらいすごい後輩感強めの子多かったけど、結構もうキューキーの方にみんなうんしっかりしてるし、きっとまたさらにね月日が経ったらもっとしっかりしてくるからすごくなりそうね。うん、MC できる子も多いし、なんか嬉しいよね、なんかみんなが K2 を楽しんでくれてるのが一番嬉しいなと私は思います。入ってよかったなっていうか、別にさ、なんて言ったらいいの、馴染み、なんて言ったらいいんだろう、別にうちらの K2 なんだけどでもなんかうちらがさ、こうなんて言ったらいいんだろうな、こう直接は選んでないからさ、なんかもしかしたら本当は行きたいチーム他にもあるのかなとか、 K2 で楽しんでくれてるかな、 K2 で昇格してよかったなかなって思ってもらえてるかなっていうのはずっと常に後輩が昇格するたびに思うけど、あのそういうのに結構今まで本当に時間かかってきてたけど、なんか今の5人の K2 の子たちはすごく本当に楽しんでくれてるから、本当それをしかも伝えてくれるから、それはすごく先輩としてめちゃめちゃ、てかあのリーダーとしても嬉しいし、でもそれそういう風に思えてくれてるのはきっとこう私がいない間にこうチームのメンバーの子たちがいろんな面倒をしてくれたからなんだろうなって思って、もうなんかみんなのことが可愛いなって思うよね。でも私もさ、今までさ、そのチュリだったりカオタンだったりミコトだったりさ、タポーンだったり、もうほんとその卒業してったさメンバーみんなに頼ってたからさ、ついにいないってなって結構不安だったけど、やっぱ卒業すれば後輩が逆にこう意識としてしっかりするんだなって思いますね。おしちゃんがいる、おしちゃんはいるよね。おしちゃん意外としっかりしてるんですよね。しんみりしてきた、しんみりしてきた。そうよ、なんせおしちゃん次女よ、もう
ついにあの人次女になったんだから。私はずっと三女だったから、言うても最初から三女だったから別に今更長女になったところでなんですけど、ついにオフィシャンだって六女とかだったんでしょ最初そっから次女。おしちゃん大富豪いいとこつけてる。ちっちゃい富豪見よ。私のね、私のメール取ってくれてることはわかるけど、おしちゃん支援を頼んでるのでね、もしあの大富豪やってる方であれだったらと思って頼んだんですが、うえ、いいとこついてんね、おいちゃん。アルカもいるじゃん。そう、これちょうどほんとね、リハの期間にね、言っててね。で、おいちゃんちょっと前から言ってたんですよ。あの、お芝居があって。びっくりしたもん。え？お芝居やる？お芝居って。一番やりたくないって言いそうな人が。ってなったから、なんかそれ聞いたらすごい応援したくなって、だからなんかちょっとなんかやっぱそういうあの これのお知らせってどこにあるの？こうか。ドラマとかってなるとさ、すごい、絶対面白いじゃん。ドクター X、 ドクター X 好きなんですけど、大門未知子さんのドクター X 大好きなんですけど、すごいねこんな機会。でもそう、きっとドラマとかってなったからさ、きっと私もやりたいんじゃないかなって思うだろうなって思ったんだけど、なんかおしちゃんの、そう、おしちゃんとかルカがなんかすごい、ほんと早々になんかあのやりたい的な、結構みんなにやるみたいな聞いてたから、だからなんかそういうのすごいなんか応援したくなって、だからなんか、うわ、なんかそういう風にね、ちょっとでも興味あることをやれるって絶対いいじゃん。だからなんか私は今ありがたいことにさ、舞台もやらせてもらってたから、だからだったらちょっとおしちゃん応援したいなと思って、ちょっと私はメールで皆さんにわがままを言ってしまいましたが、おしちゃん応援お願いしますって言って、そう、ルカも頑張ってるからルカも応援してて、でも結構 K2 みんなそれを知ってるから、みんな応援するよって言って、そうね、ルカも名探偵、あのルカがやっぱ好きなんですね名探偵がありがとうございます。みんなすごいなんか楽しみなんですよ、そのおしちゃんとルカがこれに出るのを見るのが。私はこの企画に関しても、もうおしちゃんとルカがこれに出るのを見たいと思う。そうで、私は自分のミナルンズをすごい信用してるし、うちのミナルンズなんだかんだすごいからねって思うから、おしちゃんが言ったの、じゃあちょっとうちもおしちゃん応援させてくださいって。もしに何役やりたかってる。
で見たい、本当に。もう犯人役やりたいって、そうそう言ってた。でも私はもう何だったらおしりん探偵見たいんだけどなって言ったんですけどね。名探偵おしりん、あのおしり探偵ってあるじゃないですか、本、絵本。いや、あれの実写化になるんじゃねって思ったんですけど、本人は犯人がやりたいらしいから、それは諦めました。みんなで実写化じゃんって思ったんですけどね。でも本人が望んでる役をやれることがこれ一番なんでね。おしり探偵になっちゃうと1位を狙う形になっちゃうじゃないですか。で本人はね、そう2位がいいっていうかだからもうそのおしり探偵の夢は諦めました、こっちが。そうです、顔がおしりのやつ、絵本とかになってんのかな、みんな知って知るやつ。いやでもおしちゃんの犯人役とかもめっちゃ気になるじゃん。でもおしりもルカも入りますよ。これでおしちゃんがお芝居開花したらすごそうだね。楽しみですね。なので今大富豪おしちゃんで頑張ってる皆さん、本当にありがとうございます。引き続き最後までよろしくお願いします。感じですね。もう2時間ぐらいなるんじゃん。もう9時半過ぎたもんね。そろそろ皆さんは、今日月曜日だもんね。皆さんまた明日からお仕事だろうし、お、ありがとうございます。わーい、すごいね。もう今日めちゃめちゃなんかタワーもあったし、ミラーボールもすごいし、なんかすごい、皆さんありがとうございます。間に合いました。そう、なんか平日だとみんな何時にやったらいいか分かんないから、なんか8時からちょっとやったけど見れたならよかった。みんなありがとう。私めっちゃ喋ったし、よかった、久しぶりにめっちゃ喋った。もう今不安なんですよ、舞台でめっちゃ早口でバーってセリフ言ってたんだけど、あまりにも最近人と話さなすぎて私もセリフ言えないんじゃないかってちょっと不安になってるぐらい。ありがとうございました。みんな元気で会いましょうね。はい。
はい、内容いっぱいの裏話いっぱいの失敗話もいっぱいの話をしました。なので、ありがとうございました皆さん。私も頑張りますので、皆さんも頑張って、あいつでも喋りの練習いきます。じゃあまた、きっと予告のショールームはしないけどゲリラでやるかもしれないから、その時見れたら見に来てね。ありがとうみんな、みんな今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ってください。じゃあ皆さん、またね。ありがとうございました。見てくれて。あ、最後のミラーボール。わーい。ありがとうございます。バイバイ、またね。おやすみ。みんなたくさんギフトありがとうございました。コメントもありがとうございました。バイバーイ。